はい、どうも皆さんこんにちは、千葉ラインでございます。私はですね今ね、東急田園都市線の、中央林間駅に来ております。こちらにはですね、急行押上行きの 62T 運用に入っている、5000ああそうですね、東部の薄汚いかぼちゃ、別名、煙煙幕を出す、かぼちゃこと、51063だから、何系なのこれね、5万1000、まあ多分5万1000でしょう。間違ってたらね、何なりとね、この電車をぶん殴ってください。まあね、新しい車とそういうね、話とこがいますからね。はい、はい、なんでか知んないけどね、こんなね、僕ね、この車両のね、この顔がね、大嫌いなんですよ。どう思います？この顔。ねえ、この顔。この、なんか、変な。イチョウみたいな。なんだろう。とか、都営のなんか顔みたいです。なんか、あれですよね。なんか、E231系の500番台みたいですよね。そうですよね、なんか。いや、やっぱりね、これを見ただけでね、僕ね、かぼちゃアレルギーなんでね、やっぱね、本当ね、もう全身が今、かゆいんですよね、はい。皆さんかぼちゃアレルギーになる？ならないですよね、かぼちゃアレルギーなんて。ねえ。でも知ってるかい？向こうに止まっている渋谷駅のね、各駅停車の方も見ていきましょう。何ですかこれは。何系って言うんでしたっけこれは。2020系って言うんですが、なんか、スマイル、なんか第2次スマイルトレインみたいな、そんな感じの顔つきをしておりますよね。結構可愛らしい顔つき。まあ結構可愛らしい顔つきなんですけれども。いやー、でもね、側面見てくださいよ。235ですよ、どう見ても。もう見てみてくださいよ、これ。235でしょ？もうね、僕ね、これを見ただけでね、サスティナアレルギーなんで、もう本当ね、かゆいんですよ、今。皆さんね、サスティナアレルギーなる？ならないですよね。なんだよ、これ。なんだ、この茶番。草茶番を、レンズが壊れる。これいいんじゃね？これなんかのマットに使えそう。